さあ、おはようございます。今日こそどうでしょう。じゃじゃじゃーん。うわー、完璧じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗にできてる気がする。ちょっとこれ早速、うわー、来た、じゃじゃんと。昨日印刷して、まずはフィラメントフォルダーですけど、印刷をまたし直しました。レベル調整し直したから、なんか印字クオリティがめちゃくちゃ上がった気がする。何はともあれ、まずはバギ取んないと。やっぱりこの白のフィラメントだと、なんかこの積層感がすごい見えづらいっていうのもあるんですけど、でも一番こう、時間かけて印刷したんで、実際積層感ほとんどなくて、めちゃくちゃ綺麗に、フィラメントフォルダー、印刷できました。今度こそ折れないことを祈って。いいっすね。ここの精度が良くなったんで、前ちょっとここが精度が悪くてカサカサしてたんですけど、今度はもうこの滑りも良くなってバッチリすぎます。いやー、 3D プリンター完全復活です。さあ、今日もパンを焼いたんですけど、なんか今日イースト菌が多かったらしくて、完全に失敗というか頭がすごいことになってます。まあ、多分味は大丈夫でしょう。じゃあ、電動になった気分でまた行きます。電動パン切り機になった気分で、できるだけ細かく、完全にいい感じだ。できるだけ細かく切る。だいぶ切りにマスターしてきた気がする。しかし、ちょっといつもの匂いも違いますね。わ、いい感じじゃないですか。パン切りマスター。さあ、これで6枚切り。結構厚みもこんな感じでいい感じに6枚切りで、今日も食パンできました。ちょっと相変わらず山火事の影響で空気がやばいことになってて、窓開けられないんですよね。とりあえず今玄関に空気清浄機を置いてなんとかしのいでますが、やっぱり空気清浄機偉大ですね。さあ、今日の朝食は昨日の夕飯で食べたカレーを、ちょっと残ってたやつを使ったチーズカレーパン。そうそうそう、大きなニュース昨日ありましたよね。なんかついにこのソニーがイメージエッジウェブっていう、イメージエッジウェブカムっていうソフトウェア出しましたね。この ZV-1 が発売された時に、これをウェブカム化する、PC に USB で接続して簡単にウェブカム化するアップデートを7月中にやりますよって言ってたんですけど、結局7月中に何も出てこなくて、ようやく8月、もう8月20だから結局1ヶ月ぐらい遅れて、ようやくその ZV-1 をウェブカム化するアプリがリリースされたんですけど、なんかね、遅れたのをもう許したくなる。なんか ZV-1 だけをウェブカム化するのかと思ったら、もう結構なラインナップ。うちに関して言えば、この RX0 Mark II、RX100 Mark VI、7、そして RX7 アルファ7 Mark III、 そして今この撮ってる α7R4 全部が対応機種に入ってるんで、1、2、3、4、5、6個、いきなり家にウェブカム6カメ増えました。なんか全部が USB 接続でそれぞれ使えるかどうかわかんないですけど、多分1個ずつなのかわかんないですけど、少なくともウェブカムが6個増えたんで、とりあえず早速試してみようと思います。
もうサイトからアプリは落としてあるんで、これなんか使い方的には、多分インストールすれば勝手に Webcam ドライバーとして認識されると思うんで、ちょっと見にくいと思うんですけど、ソニーカメライメージエッジっていうデバイスが追加されてるから、これ選んでカメラを多分 USB 接続すれば、多分それでいきなり Webcam 化するはずです。今までこれ HDMI 経由で α7 Mark3 つなげてますけど、ここにちょうど USB-C ケーブルあるから、これをスマホのリモートコントロールを解除しとけって書いてあった気がする。あ、来た。来たー。わ、普通にあっさり。わー。わ、あっさりいけた。ちょっと今フレームレートが低いかな。これやばいっすね。普通にウェブカムとして。まあ今までも HDMI ケーブルでは繋がってたんですけど、USB-C ケーブル1本。多分 USB-C じゃなくて、α7 Mark III とか α7 R4 だと、マイクロ USB と USB-C と両方接続できるから、ちょっと試しに USB、マイクロ USB でもいけるか。ちょっとここにマイクロ USB、マイクロ USB ケーブルもあるから、今 USB で繋いでたんですけど、これを試しに、マイクロで繋ぐとどうなんだろう。これ見てるとマイクロ USB-C でも USB-C 接続でもどっちでもいけますね。α7 シリーズとかだったら。で、今ちょっとこれ多分シャッタースピードが、24フレーム設定になってるんで、ちょっとフレームレート低めになっちゃってますけど、でも普通にいけるわ。ここら辺のカメラが軒並み、ウェブカム化できる。個人的にはこの RX0 Mark II がウェブカム化できると、これすごいコンパクトだし、かつ目の高さに置けるんですよね。結局この今僕も α7 III もできるだけ目の高さに置くようにはしてるんですけど、このウェブカムの位置って非常に重要で、やっぱり喋ってる時にできるだけ目線に近くするっていう意味では、こういうところにマウント、本当できればここに置きたいぐらいで、できるだけ目線に近いところにカメラを置くべきで、これでもちょっとやっぱり目線が合わないんですけど、この RX0 とかだったら、本当にウェブカムと同じように、てかもうこのロジテックのよりもちっちゃいから、ここにフッと置いとけるんで、ここにね、いろいろ、設定の仕方書いてます。基本的にはスマートフォン操作切って、PC リモートをオンにしないと、この接続は効かないので、その設定だけ最低限した上で、いけました。こんな感じで、ZV-1 も無事、ウェブカメラになりました。いくつか気をつけるポイントとしては、まあ、僕みたいにたくさんソニーのカメラ持ってても、この USB キャプチャーデバイスとして出てくるときは、ソニーカメラ、イメージエッジは1個しか出てこないんで、多分同時に、普通に使えるのは同時に1個だと思います。複数のカメラ持ってても、さすがにマルチカメラで切り替えとかPC 側でスイッチングとかは厳しそうですね。あともう1個気づいたのが、これ。ここに、解像度は 1024×576 ピクセルになりますって書いてあって、これウェブカムとしては全然十分だと思うんですけど、シネマチック対談みたいなの使えるって思うと、4K とか入力、4K どころか 720p にも満たないんで、本当に Webcam 要素として、まあ、USB で軽くデータが転送できるっていう意味では、僕はこれは、悪くない判断だと思いますけど、ATEM Mini いらねえみたいな感じには、ちょっとならないかもしれないですね。本当に手持ちのこうソニーのカメラをお手軽に Webcam にするっていう意味では、これはすごいいい感じだと思うんですけど、僕がやってるみたいな、ズームで本当にシネマティックな、映像を めちゃくちゃ高画質に、まあ、で、つってもビデオ会議ソフトでだいぶ画質は落とされちゃうんですけど、それでも、4K とかフル HD の映像を流し込むっていうのには、ちょっと向かなそうですね。だから OBS とかでも録画するときには、1024×576 のピクセルで録画されちゃうんで、そこは気をつけた方がいいかなと思いました。こうなると 3D プリンターでこの RX0 を Mark II をここにうまくマウントするなんかパーツ作りたいですね。これくらいだったら初めての自分モデリングとしてちょっと作ってみますかね。これ簡単にここにマウントするっていう。
引っ掛けるクリップみたいなやつ。それくらいだったらさすがにできそう。これちょっと解像度もそうですけど、フレームレートもちょっと低いですね。ちょっと気づいてたけど、一応説明書によると、動きが滑らかでないときは動画モードの代わりにオートモードを試してくださいって書いてあったんですけど、なんか今試した感じだとむしろオートモードでも、オートモードの方が画質がちょっと調整できないんで、このくらいだけど、フレームレートは、まあ、USB 接続でこんな感じになっちゃうのかな。ちょっと遅延もあるし、遅延もあるし、フレームレートも低いし、まあそういう意味でやっぱり簡易、まあでも、ビデオ会議として、ウェブカム、高性能なウェブカムとして使う分には十分な気はします。こちら今日のランチです。ストーンミル抹茶のお弁当を多分頼んでみました。これ何弁当？ビーフ丼。ビーフ丼、いくら付きとケーキ。これはちょっとテンション上がります。ペロッと完食しました。これはヘビロテ、ヘビロテの予感です。厳しい。やってまいりました。今週の小散財、プチ散財たち。あとこれだけじゃなくて。ということで、こんにちは、ドリキンです。今日ちょっとこのモメントのバックパックの紹介したかったんですけど、ちょっといけるかな、ポッドキャストの収録があるんで、ちょっとどこまでいけるかわかんないんですけど、一旦これね、全部、まあ、小物なんですよ、全部。小物なんですけど、まあ、一応開封はしときたいんで、散財小説なんでね、ちょっとまずはできる限り、この小物散財を全部開けてきます。じゃかじゃかいきます。じゃかじゃか。これ、なんか、高城剛さんの、おすすめしてた、サプリメント。サプリメントって結構人によって相性があるから、あんまり一概におすすめできないですよね。じゃじゃんと。これはまた買ってしまった。最近USB ハブマニアと、マニアに貸してるんですけど、これは、これは家のドアストッパー。これ何？すごい。バックスペースマスク。何これ？これなんか多分、ネズミさんが勝手に作ったやつだな。なんか試しに作ってみようって言って、バックスペース FM 印のマスクがなんかいっぱい届きました。あとは、これもまあなんか多分わかってるんですけど、1、2、3、4と。ジップロック的なやつに、簡易ジップロック的なやつに入ってますけど、タイプ A、タイプ C、USB ケーブル、USB-C ケーブル、4本。これはね、1個は、単純に、リビングのテレビの、音を Bluetooth で、2人で、これなんか、アンカーで出してる Bluetooth のレシーバーなんですけど、普通って大体、Bluetooth 機器でヘッドホンで Bluetooth で音楽聴こうと思った時って1個の親のそのテレビとかパソコンでもいいんですけど PC に1個の Bluetooth 機器しか接続できなくて、まあ1対1ですよね。そのパソコンとかテレビに対して1個のヘッドセットで聴けるんですけど、このね Bluetooth のレシーバーは2台までつなげるから、2個 Bluetooth のヘッドホンがあれば、同時に両方に同じ音楽が流せるんで、まあ、うち、Bluetooth ヘッドホンが今いっぱいあるので、ちょっとヘッドホンで聞くときに、二人で同時に聞けたりとか、あとちょっと、もしかしたらこれ、あれかもしれない。で、こっちが、これは単に Bluetooth のレシーバーで、車用です。車のなんか Bluetooth レシーバー、iPhone とかで、車の中で飛ばして聞くやつが、もうなんかちょっと、古くて、安定性悪いんで、単にリプレース。これ買うときにちょうど見つけたんで、リプレースで買っただけ。また大物。じゃんと。来たー WH-1000XM M4、Mark4、WH、
WH-1000X の Mark 4です。これが来たんで、これまさにこれ使って Mark 3と Mark 4を同時にペアリングしてこう聞き比べるとか、それができるんで、ちょっとそういう意味でもこれ買ってみました。ということで、これもちょっと開けたいけど今日開封できないかな。とりあえずさっきのでかいやつ置いとくと以上で、これだけ説明しておきますと、USB-C の、USB 3.1 Gen 2対応のハブなんですけど、この間もUSB-C から USB-C4 個と、タイプ A を3個追加できるハブを、購入したんですけど、これはもう本当にATEM Mini Pro ISO のなんか連れ散財がひどいんですよね。あれ、これを買ったせいで、これ、こいつを買ったせいで、いろいろね、連続してそれに付随した散財が必要なんですね。なんか SSD 買わなきゃいけないとか。で、これは、結局 SSD をね、今4台、まだちょっと1台、それも追加注文してるんですけど、このサムソンの、こいつです。このサムソンの T5 を、結局今3台、2テラ3台使ってるんですよね。1、2、上にこう、点釣り用でもう1台なんで、3台あって、これが ATEM Mini Pro ISO につながってて、まあ、プロジェクトファイルとか、ローカルのこのフル HD のデータが全部ここに保存されてて、この1台目は、この、ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K の映像。これを、ブラックマジックローで録画してて、で、上に吊るしてあるやつは、ブラックマジックポケットシネマ 4K の映像をブラックマジックローで撮ってて、で、さらに今ここにもう1台ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K があって、3台ポケットシネマカメラあるんで、せっかくなら3カメ切り替えたいですよね。ここでもう1個押すと、このちょっと横からの、ちょっと広めのアングルとかも紹介できると、バックパック背負ってる時とか、もうちょっと引きの絵が紹介できたりして、もうほんと完全にスタジオ化できるんで、その3カメ体制を、目指してるんですけど、ってことは SSD が4台いるんですよ。もうどんだけ手間のかかる、こう手間かかりすぎなんですけど、で4台いるんで、でそれをまあ毎回この録画するときにカメラに、装着したり ATEM に装着したり、それを最後 PC に全部持ってきて4台全部挿さないといけないじゃないですか。それが結構ワークフローとしては手間になるといけないので、今回これちょうど4個1、2、ちょっとケーブルが短かったかもしれないけど、まあでも多分いけるな。これで少なくとも、4個 SSD が PC に、これがだからなんていうんですか、このハブはもうほんと、T5 専用ハブみたいな感じで、ここにもう4個ブスブスブスって刺せば、パソコン PC 側で全部の SSD がマウントできるっていうために、もう効率化のために買ったんですけど、この短いケーブルにしたのは、ゆくゆくはまあ僕のスキルが上がってきたら、これをなんかこんな感じでうまくこれと一体化できたらさらにかっこいいんですけど、なんかケーブルうまく下から回して、ここに一体化する、これに一体化する SSD、なんていうんですかね、ケースみたいな、こう、刺さるやつ。で、もうケーブルがこうなってて、マウントのこう、下からこうケーブル出しておいて、で、もうスポ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 って4本刺したら、全部簡単に PC にマウントできて、スポスポスポって抜いたらすぐ抜けるみたいな。わかります?なんか、イメージが。この一体型の、こういう SSD、マウンターみたいなの作りたいんですよね。それが作れるんじゃないかと思って、できるだけこうコンパクトに、できるための、まあ、仕込みです。まあ今、最低限それなくても、まあここに4本ビッビッビッって刺していけば、それで簡単にマウントできるんで、それでこれちゃんと、これなんか評価も比較的良くって、ただ、先っぽは、こっち側普通の USB-USB なんで、Gen2 対応してますけど、Gen2 の 10GB 対応はしてますけど、普通の USB Type-A で、Type-A ケーブルで
つなぐタイプの、まあ、ハブですね。これでなんとか、これでシルバーのフィラメントでうまく後ろにこうボックス、もしくはここ一体化できたらちょっとかっこいいなと思って、まあまだモデリングできないんでそこまでいかないんですけど、ちょっとそういう夢を抱いてます。で、じゃあ最後このものいきますか。じゃ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 ん、わった、じゃじゃん。カズさんがダイソンキラーと認めた掃除機です。うちもダイソンいい加減、めっちゃ古い初期のあの、コードレスダイソン使ってるんですけど、多分5年どころか使い続けて、結構、これ結構、じゃじゃん、シャークのアイオン F80。これ多分もうディスコなのかもしれないんですよね。なんか、まあ、日本で全く同じやつもないし、US もなんかもしかしたらディスコになってるかもしれないですけど、結構これが、ダイソンキラーってことで、カズさんにもちょっとだけ相談して、まあ重くてでっかくて重いんでごついんですけど、個人的には結構カズさんも気に入られてるってことだったんで、僕もちょっと散財兄弟として、ちゃんとシャークシリーズをゲットしました。ちゃんとっていうか別にあれなんですけど、今日もしかしたらここで力尽きてる気がしますけど、こんな感じで、金曜日、大量な、Amazon パッケージが届きましたという報告でした。これ全然もったいぶるわけじゃないんですけど、じゃ完全にもったいぶってる感じになって、ちょっとあのすごい期待してる方にはイラッとさせてしまうかもしれないですけど、これ昨日ちょっと紹介してなかったんですけど、バンって開いたら中に結構ポーチとかこういった、これはこれで結構、いろいろ仕込みが入っている、まあアクセサリーポーチ、これとカメラインナーバッグみたいなやつとリュック、こんな感じで、結構いろいろ送られてきてるんで、ちょっと明日ちゃんと、でもこれ使ってみないと何とも言えないんで、まあ本当に機能紹介っていうか、ちょっと一つ一つのどんな感じになってるのかの動画は何とか明日撮れたらなと思ってますので、ちょっとこれ散財小説なんで、1回で チャンネルはそのままにみたいな感じで、明日もぜひ継続的に見ていただければと思います。Yeah, start to clap.